さあ、よろしくお願いしますということで、決勝戦始まりました。まずはガボイの居住区から、こちら電結の働きですね、はい、からスタートですね。さあ、対する小林選手、まずは溶接の壺からの同じように連結の働き手ですね、うん、さあ林選手はここから、おここに引いたのはラベジャーですが、ここはちょっとまだ出せないですかね、はい、そうですね、これで、出した後にモックスから金属術達成で鱗と、はい、で硬化した鱗、うん、まあ連結の働き手はちょっともう出てしまったので増えはしないんですけれども、まあ、追加出る連結の後輩者のカウンターが1個増えた状態で出るという感じですね。うん、あ、ここ殴らないんですね。殴っても良さそうに見えますけど。なるほど。あまり相手にクリーチャー残しておきたくないということですかね。そうですね。まあ、自分は働き手出せているので、はい、接合先が、いるんですけれども、小林さんの方はクリーチャーがいないので、はい、乗せることができないので、今のうちに殴っておいても良さそうな気がしますけどね。はい。さあ、そして小林選手、鋼の感謝で、さあカウンターがどんどん増えていくカードを出していきました。おっと、ここで林選手番手札には硬化したところがさらに2枚ということですが、ちょっと緑マナが今1枚しか出せない状況ですので、ここは一旦、はい、デキスの後輩者をプレイして、はい、ここでさらに今2つ乗りますからね。これでまあ動きやすくしたという感じでしょうか。はい、ここはアタックいきますかね。ここ、そうですね。相手としてはあまり殴ってこれないので、はい、ここ殴ってくるんじゃないですか。はい。ということで、電結の働き手2枚アタックしました。さあ、小林選手、まあ2点は通しますかね。ここはスルーでしょうね。さすがに、溶鉄の壺をここで使っているわけにはいかないと思いますので、はい、両方ともスルーで、まあ、次のターン開始に、鋼の感謝で、育成プランを取ると思いますね。なるほど。かなりすぐにゲームが決まる形ではなさそうに見えますかね。そうですね、はい、お互いに、なんか60点か70点ぐらいの動きをしているような印象ですね。なるほど。さあ、ここからお互いどのように育てていけるかというところですかね。さあ、小林先生も、かなり土地を引いている森が2枚ですかね。そうですね、森と、歩行バリスタと、ラベジャーがいますので、はい、そうですね、2アクション展開で取れれば、鋼の監視者と、合わさってかなり盤面にプレッシャーを与えていくことができそうですね。はい。さあ、小林選手森をセットして、ここはどう動くか。まあ、おそらくバリスタからですね、鋼の感謝で、カウンターを乗せた時の、リターンが非常にでかいと思いますので、はい、でさあ、ここはまずは電結の後輩者からスタートですね。はい、さあ、ここ電結の後輩者を置いてターン終了と。鋼の感謝がタップ能力が使える状態でターンを返しました。さあ、林選手、手札には同じようなカードがいっぱいと。はい、硬化した鱗、さらにもう1枚追加しました。そして、電結の働き手、これ33で出てくると、1マナ33。すごいですね。ここで、後輩者で食べたらものすごいことになりますからね。はい、そしてフルアタックしていきました。これどうしましょうかね。かなり難しい。そうですね、もうすでにもう、受け側の小林さんとしては、まあ、どこかはブロックした方がいいんでしょうけど、やはりそこはその電結の後輩者がいることによって、はい、コンバットが非常に難しくなってきますね。これ、まあ、普通に通せば4点なんですけども、一気に下げるだけで、3点増える。そうですね。で、アカウンターが1個なので、あ、1点が、プラス1カウンター1個から3個になるんで、2点増えるのかな、1回で。あ、そうですね。はい。はい、これ難しいですけど、やはりここは、どれだけやり込んだかっていうのが見れそう。そうですね。試される盤面かなと。そうですね。ちょっとこれ使った人にしかちょっとわからないんじゃないですかね。もうこれ、あ、もう全部いっちゃうんですね。ここフル、もうフルブロックしてきました。なるほど。とりあえず鋼の感謝で、働き手の方は、はい、両方とも、一方取れる、シチュエーションになりますので、はい、そこで様子見っていうところですか。じゃあブロック確定後、さあ、林選手はどう動いていくでしょうか。
これだと、まあ、確実に、鋼の感謝で、働き手の方が 2-2 になるのは確定なので、はい、死亡、まあ、ただここでもう、電気の荒廃者で動くメリットは少ないですね。あの、鋼の感謝が、まあ、2-2になってしまうので、はい、とりあえず、1体は食べる必要は出てきますけれども、多分それだけで終わるんじゃないですかね。うん、小林先生は溶接の壺で再生は1回使えます。ここはかなり難しい。林選手も悩んでおります。本当その神話は伝説の後輩者のせいで、はい、コンバットが非常に複雑になるので、はい、相手しても本当にキルターンが何ターン目になるのか全く予想がつかないんですよね。はい、ここでまず三の伝説の働き手を生き延下げて、あー、なるほど。移し替えましたね。で、おー、そうかそうかそうか。カウンターを、これはどういう感じですかね。まず、ラベジャーの効果で、働き手を食べて、はい、その効果で、プラス1カウンターが乗るのを、硬化したブロッコで、さらにプラス2した。もっと、働き手の、電月の効果で、別の攻撃している、電月の働き手に対してプラス1カウンターを乗せ替えて、はい、一方取れるようにしたというシチュエーションですね。はい、まあ、電月の後輩者の効果と働き手の効果によって2回カウンターが乗ったと、そうですね、いうことですね。はい。はい、さあ、ここで、小林選手、ブロックした後に、隅間生息地をアクティベートさせてプラス1カウント乗せて、さらに、ここは、電月の後輩者の方に、溶接の壺を使った、形ですね。はい。そして、林選手、さらに動こうとしています。まあ、戦闘で死亡するよりは、食べた方が、ステータスは上がりますので、はい、とりあえず、電気の後輩者で食べますと。はい。じゃあ食べて、またカウンターが2回置かれるので、これで今、電結の壊した88と、電結の働き手が99ということで。1マナと2マナのクリシャとは思えないですね。そうですね。本当にすごい爆発力を持ってますね、こちら、鱗神話ですが。さあ、小林選手、なんとか受け切ったんですが、この先、さあ、どう動いていくでしょうか。鱗が、もうここでもう働き手を失ってしまってますので、ここから爆発、ただゲスの玉座引きましたね。これで、増殖ができますので、はい、まあ、鱗と同じような、動きをしますと。あ、これでもしかして、なるほど、隅川生息地にカウンターが結構一緒に乗って、毒殺が決まったと。すごい。いや、林選手圧倒的有利かと思われたんですが、その回収でなんと小林選手、はい、隅川生息地からカウンターを9個何個いたか分かりませんが一気に毒殺を決めていきました。そうですね、あのゲスの玉座は引いてなかったのでトップデッキだったんでしょうけど、はい、そこまで見据えた、まあ、ブロックだったんですかね。なるほど、ちょっと一歩上手だったのは小林選手だったとさあ、ここは気づきませんでしたが、はい、読めなかったですね。はい、第2期、第12期モダン新挑戦者決定戦決勝、第1ゲームですね、小林選手が、隅川の生息地にプラス1カウンターを乗せて、はい、一旦でゲームを決めていきました。まずは一本小林選手が取っていきました。さあ、ここから、はい、サイドボード、ミラーマッチのサイドボードになりますが、ここ何入れていくんでしょうかね。そうですね、お互い、まあ、同じアーキタイプのデッキにはなっていますので、サイドボード、はい、まあ、非常に似通っていますね。はい、まあ、まず間違いなく、相手の、嫌な置物、まあ、つまり、まあ、硬化した鱗を破壊するために、まあ、自然の要求は、はい、4枚入ってきますね。はい、小林選手が自然の要求4枚取っておりまして、林選手は もちろん4枚取ってますね。はい、4枚取ってますね。はい、これはあの相手に打つのでも、まあ、十分強いんですけれども、はい、自分の、クリーチャーに対して、はい、特に、搭載歩行機械などに対して打って、自分で実戒させることができるんですね。ああ、なるほど。はい、はい、電結の後輩者いなくてもそういう動きができるっていう点で、まあ、はい、自分のデッキともシナジーを形成しているっていうところもポイントですね。なるほど。さあ、あとは他に入りそうなカードというと、なかなか、そうですね、除去があまり効果的で、クリシャ除去があまり効果的なマッチではないので、はい、施設弾との除去は入ってこないとは思うんですけど、はい、
進化の飛躍は入るのかな、まあ多分コントロール用だとは思うんですけど、なんかまあ入れても良さそうな気はしますけどね、はい、そうですね、小林選手と林選手どちらも進化の飛躍を1枚ずつサイドボードで取ってますので、もしかしたら入ってくるかと。そうですね、はい、まあ、グダった時に、まあ、これでアドバンテージを、取りやすくなりますので、はいはい、入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、ヤシンマのいいところって本当に単体除去が効きにくいっていうのがすごいですよね。そうなんですよ、本当に除去が全く追いつかないんですよね。もう全部流さないといけないっていうぐらいなんですけども、あんまり、軽い、全部流すカードはないので、はい、だいたい4マナの、緑と赤に、まあ、アーティファクト全部破壊っていうカードは、まあ、存在はするんですけれども、はい、ちょっとやはり4マナという重さが、まあ、ネックになりますので、はい、このマッチではどちらがいっぱい簡単乗せられるかみたいな感じになっていくんでしょうか。そうですね、まあ、さっきみたいに、まあ、予想外のところから攻めてくるっていうところもありますので、はい、ちょっと本当に、ミシュラランド、スミガの生息地が、まあ、1枚あるだけで、はい、もうちょっとそこに目を光らせないといけないというのはちょっと難しいですよね。そうですね。さあ、第12期モダン新挑戦者決定戦決勝戦の模様をただいまお送りしております。決勝戦は、横島ミラー小林隆人選手対林正隆選手になります。1本目は小林隆人選手、隅賀の生息地で毒殺を一気に決めていったという感じになってきました。さあ、サイドボード後はどうなっていくでしょうか。しかも、うろこしも結構使ってて楽しそうですよね。ああ、そうですね、はい。ガチャガチャ要素がありますので、はい、やっぱり、そういうの好きな人にはたまらないんじゃないですかね、こういうのは。かなり、プレイングによってかなり勝率も変わってきそうなデッキでもありますし、研究しがいがあるというか。そうですね、やり込みが非常に大事なデッキだと思いますよ、これは。はい。毎回毎回、初手によっての動き方が変わってくると思いますので。はい。さあ、マリガンチェックです。はい、選手先ほど負けておりますので、まあ、先行を取っているでしょう。で、札どうでしょうか。うん、これはマリガン選択しました。まあ、緑マナもないですし、多分土地が1枚しかちょっと見えなかったので、それでマリガンですね。なるほど。対して小林選手の方は、そうですね、今悩んでいるのか、キープか、どっちか。あ、キープしましたかね。はい。多分キープですね。連結の後輩者がいると、本当に除去がすかされてしまって、他のクリーチャーの糧となってしまうというか、餌になってしまうというか、というところがかなりコントロールと戦ってても強いところではありますよね、本当に。そうなんですよ。その、まあ、やはりその複数、1枚で複数、狙える、はい、コラガンの命令ですとか、はい、イニシエの遺恨とかでないと対処しきれないっていうのが厳しいですね。一回まず、電結の後輩者に対して、除去を打った上で、接合された、クリーチャーに対してもう一回除去を打てる、まあ、陰心の意見が、まあ、すごい効くんですけどね。はい、さあ、林選手一回マリガンを選択しております。次で6枚という形になっています。かなりこの1枚の差も効いてきそうではありますが、さあ、林選手、初手を確認します。すぐにキープというわけではなさそうですが、どうでしょうか。かなり悩んでますね。そうですね、あ、緑マナがまたないそうに見えますね。はい、ですがここはキープを選択して、はい、最初の戦術は下に送りました。さあ、始まりました第2ゲーム。カブヨネの居住区を入れてターン終了。ああ、やっぱちょっと動き鈍いですね。あ、でもオパルのモックスあるから一応緑マナは確保できてるんですが、他のマナ、あ、緑マナ。もう引きましたね。はい。小林選手はダークスティールの城塞から活性機構。さあ、林選手、土地を引けたので、ここから、鋼の感謝を出してターン終了です。あ、手札ずいぶん緑色ですね。これだと、ちょっと2回行動が取りづらそうに見えますが。はい。あ、活性機構でどんどん展開していきますね。はい、活性機構。プラス1カウントを置く動作をすると、1万払うことによって、トークンが、1時のトークンが出てくると。いうことで。神話のクリーチャーが必ずもう11カウントが乗ってる状態で出てくるので、はい、鋼の感謝以外のクリーチャーが出れば、はい、もう1万払うとだけでも余計にトークンが出てくると。はい。さあ、林選手。バールのモックスから
まずは古きもの活性でカード探しに行きます。さあ、いいカードめくれるでしょうか。ダークスティールの城塞とカセキコ、はい、なるほど。まあ、この活性機構もあれですね、あの鋼の感謝があることによって、そうですね、うまく使えている感じがしますね。はい、はい、とりあえず、地震の効果で、1時間か乗せることができますので、化石鋼自体も使える状態と。はい、そして硬化した鱗から化石鋼、そしてプラス1カウント、まだ置かないか。さあ、今使いましたね。そうですね、まあ、相手ターン中に、まあ、除去をされるのをケアして、はい、とりあえず、まあ、1ブロックするよりは、まあ、この動きの方がいいと判断したんでしょうね。はい、さあプラス1カウンターが乗っていくと1万払うことによってさらにパーマネント増やすことができる、アーティファクトクリーチャーを増やすことができるのが活石鋼。これと鋼の感謝ね、かなり相性がいいカードになってます。さあ、小林選手の方は化石鋼場にあるんですが、継続的にプラス1カウンター乗せるギミックが場に登場していないので、はい、ちょっとまだ使い切れていないといったところか。さあ、小林選手も硬化した鱗を出していきました。あ、ラベージャーもありますね。はい、そして手札には電結の後輩者プラス1カウンターを組んですが、ちょっと間がないので、ここは特化出ずと。小林選手、相手に鋼の感謝がありますので、かなりこのカードがネックになっていくのではないでしょうか。そうですね、鋼の感謝いますが、はい、ただその、小林さんの、土地に、ミシラランドがありますので、はい、また今回こいつの飛行で、ラベジャーでたくさん食べさせて、うん、また飛行で即死っていうパターンもありますね。まあ、ただ今回は、毒を持っている方ではないので、はい、まあ、そんなにすぐに行かないか。はい、これは今はおっと、これでどんどんプラス1カウンターを連結の働き手に置いてきました。ああ、なるほど、もう1体通したところにオールインしてきたんですね。はい、なるほど。これつまり次にもう決めちゃうぞと。はい、今何個置いたんですかね、もう分からないですが、8個からも8で発展通してきました。これ次にチラツキの生息地に置いていくという形でしょうか。まあ、そのプランがもう見えてるんでしょうね。はい、さあ、林選手ここで何とかしたい、飛行をブロックするかとチラツキを、破壊するカードたちを持っていればいいんですが、はい、林選手ここしのぎ切ることができるでしょうか。今計算しているので何か林選手も緑色のカードはありますが、はい、これなんだ、硬化した鱗か自然の余裕か。はい、もう一枚が多分連結の後輩者だったように見えますんだね。うん、さあ、林選手どう動いていくんでしょうか。さあ、まずは2マナ、あ、も森か、森さん、はい、連結の後輩者森を出して、そこで化石鋼で、あ、ここ緑マナ寝かせちゃっていいのかな。なんか一応緑マナの方が、まあ、ガボニーの居住区よりは相手に対してプレッシャーがあったと思うんですけど、さっき自然の要求などがあって、そうですね、はい、手札にブラフで抱えておくこともできたんですけども、これでもうブラフが効かなくなっちゃいましたね。オールインで20点届くでしょうか。まずはトークンを生贄に下げて、今ちょっと何か物言いが入ったような形になっておりますが、はい、まずは、電気の後輩者で食べて、もう一回、カウンターが乗ったので活性機構で1万円払って、さらにトークンが1個出てくると。これで、はい、さらに鋼の感謝でプラス1カウント乗せていきます。これで電結の壊したが66、これ20点いくか、届くのか。これで8、今、召喚用意されていない、していない、保護機械が1体いますので、そうですね、33のやつで殴りつつ、電結の後輩者の効果で全てのアーティファクトを削って、鱗があるので、全部プラス2に修正になるので、今
電源の候補者が66で、これで今決まったよって言ってますね。これで、すべてのアーティファクト4つ探って、電気図の後輩者が、から全部バックルして、もう一周過ぎて、ちょっとわからなかったんですけど、これで、なんと、トークンが、これで、19個。あ、いや、20点。20点の、19個乗って、20、20になって、ジャストで。決めきれた。おー、すごい。もう訳わかんない。早すぎますね。うわあ、あの場からまた決まっちゃうんですね。もうまたさっき小林さんが大手をかけたと思ったら逆にもう林さんが大手をかけてたという。はい。もう林さんも分かるだろうみたいな。もう計算しきって小林さんもナイフを削ってきました。すごいですね。逆になんか有利と思った方が逆に大手をかけられてたっていうすごい盤面ですね。はい。第12期モダン新挑戦者決定戦決勝。小林隆久さん対林松隆選手。第2ゲームは林選手が一気20点をですね、削り切って取っていきました。これで1対1。1ゲーム目はですね、小林選手が隅川の生息地にカウンターを9個以上置いて毒殺をしたんですけれども、開始の2ゲーム目には林選手、カウンターを20個、19個置いて、20点を一気に当てていくと。なんだこのゲームは。計算がすごい難しいんですけど、はい、ちゃんと見えてるんですね。はい、恐ろしいデッキですね、この鱗神は。油断したら、ね、一撃でやられてしまうと。こんなことあっていいのかっていう感じですよ、本当に。まあ、そうですね。まあ、お互い、まあ、妨害が、まあ、薄いデッキとはいえ、はい、ここまですごいとは思いませんでしたね。はい。さあ、これで、モダン新挑戦者決定戦決勝は1対1。さあ、次のゲームで、さあ、挑戦者が決定すると。この選手どうですか？ウロコシーンは。ウロコシーンはちょっとあんま練習したことがないので、はい、まあ、みちゃんちょっと苦手意識の方が、まあ、強いですね。はい。ちょっと相手にしてください。してないですね。してないですね。はい。はい、まあ、前回、神決定戦では、青白コントロールを使用されたんですけど。あ、そうですね。はい、青白コントロール、はい、使いましたね。ちなみに青白コントロールとウロコ神話だとどうですか？そうですね。もう、週末でが、はい、ちょうどいいタイミングでめくれればいいですけども、はい、まあ、そうそう都合よくはないので、はい、まあ、おそらくウロコ神話有利だと思いますね。なるほど。ちょっと、最近、青白コントロールの、はい、メインボードに、安らかな眠りが3枚。入ったレシピがどこかの大きな大会で確か入賞してたと思いますので、あ、なるほど、はい、安らかな眠りがありますと電結の後輩者の接合ですね、はい、接合ですね、こいつは死亡した場合に誘発する能力ですの で, そうですね、爆発的に電結の後輩者で育つことができませんので、まあ安らかな眠りを受けていれば若干の減速がまあしてくれるかも知らないですね。なるほど。まあ、一応、墓地帯は聞くと言っても、そういうような安らかな眠りのような、かなりきつい墓地帯じゃないと、この六個神話に聞かないということで。そうですね。しかも、あくまでその最後のフィニッシュブローを止める手段になってますので、はい、普通にビートプランはまあ継続できてしまうので、まあ、根本的な解決になってし、はい、なってないっていうところも厳しいところですね。いやー、六個神話、粘り強くもあり。爆発力ということで。さあ、3本目。小林選手がおそらく先手を取っていることでしょう。あ、なんか力戦。お？ありますか？先ほど。あ、ありますかね？お、おいありますね。ありますね。さあ、注目の活力2戦、手札にあります。さあ、ここは小林選手、一旦マリガンを選択しました。さあ、この活力の力戦が盤面に、どこまで影響を与えてくるか、ちょっと見物ですね。はい。手札には、歩行バリスタ、豪華した鱗、活力に力戦、墨画の生息地、あと森と活性機構と、あと最後の1枚が、何でしょうかね、あれ。クリーチャーではなさそうですね。ただまあそうですね。活力に力戦と、豪華した鱗がある、いい手札に見えるんですけれども、はい、歩行バリスタしか、クリーチャーがいないんですね。はい。歩行バリスタも確かに非常に強力なクリーチャーではあるんですけれども、はい、成長させるのが地震の効果ではちょっと非常に弱なと重い効果になっていますので、はい、歩行バリスタだけのちょっと物足りないかといったところですね。なるほど。さあ、小林選手、マリガンを選択しましたがどうでしょうか。手札、土地割りそうですね。
そうですね、キープできそうな気はしますね。はい、キープしました。はい、戦術を選択し、さあ上に置くか下に置くか、ここは下を選択しました。さあ決勝第3ゲーム待ったと。さあそしてゲーム開始、カース力抜き戦、なんだこれはと、やはり小林選手もテキスト確認、たまらずテキスト確認です。なんじゃこれ、あと本当にこんなんできたらびっくりしますね、はい、本当に。さあ小林選手、まずは森からスタートです。で働き手と、はい、一旦宮電結の働き手でターン終了ですね。あ、自然の要求あるんですね。これで一応相手の置物に対応できますので、はい、結構言うと幅広い選択肢取れると思うんですが、まあ、活力の力戦を割るのかどうかというところですね、はい。あ、まあ、ウロッコ出ちゃったか、さらにウロッコの方が優先順位は高いか。はい、選手0ターン目に活力力戦1ターン目に降下したウロッコということで。そうですね。自然の要求、一番と軽いとはいえ、ブドウ力戦0マナですからね。テンポが全く損してないと。はい。そして林選手。さあ、2ターン目は、お、かなり、ガンガン展開できそうな感じですね。お、まずは、ボコバイスタ、X1 ですが、ここは、スタックで、硬化したウロコを、除去していきました。まあ、プラス1カウンターが2個置かれるところでしたが、1個に留めておきましたね。そうですね。2個置かれた状態出てくると、もう、働き手に打たれて何もない状況で死亡するので、はい、ここで損してしまうというところを防いだというところですね。はい。さあ、これ、ホッコバリスタは、こう、1、2なんですね。なんと、電結の働きで受け止められてしまった。攻撃、これなんか、うっかりなんか攻撃しちゃいそうですけどね。はい。あ、しましたね。これしましたけど。あれあおっとちょっとあと、この、これは、活力戦刺さったぶっ刺さり。なんということでしょう。1、2のクリーチャーに1、1アタックしてしまいました。あ、しかも土地も受けず2ターン目の展開もなしの状態と。はい、そして、ここで、呪文滑りですね。久しぶりに見ましたけども、あ、先ほどの、自然の要求などを避けてくれるのがこの呪文滑りですね。平井心として。で、ここで金属術が達成したので、はい、オパールのモックスが、アクティビティになりましたと。はい。そしてさらに活性機構ですね。ここで、ウロコだけだとちょっと厳しいですね。はい。小林選手、ここはちょっと土地を欲しいところでしたが、土地を置いて、盤面整いたいところでしたが、さあ、そして、破壊を感謝。どんどん追い打ちをかけるように、クリジャー来ますね。はい。こうなると、活性機構と合わさって、もう、はい、残りターンはもう少ないですね。ああ、ここで土地も引けず、クロックなしだと、寂しい。さあ、これかなり一方的な展開になってしまうかもしれません。さらに、連結の後輩者。ここはかなりもう、苦しいか。連結の壊しを出して、さらに活性飛行で11のトークンが出てきます。これ12ですね。12ですね。はい。ライフもどんどん回復できますね。はい。そして、鋼の感謝でさらにプラス1カウント乗ってきます。硬化した鱗を破壊されてしまいましたが、この効果、小林選手を追い詰めていきます。十分ですね。ここちゃんと呪文滑りアタックできるのは防衛持ってなくて偉いですね。はい。ここで1点2で残り、3点ですね。さあ、小林選手、土地を引きたい。あ、ダークスイの城塞ですかね。そうですね。土地は引きましたが、ここで、まあ、今までの動きを見ると、2マナのクリーチャーしかないというところで。あ、これ投了ですね。はい。というわけで、第12期無断進挑戦者決定戦優勝は、鱗神を使用いたしました、林正隆選手です。おめでとうございます。